前回のカズクラ。さてさて、楽しい楽しい建築会。そんなけネザーの建築やろうとしてみた。ただ、ちょっと待って待って、カズクラ、全ロス。でも、ネザライトだけはなんとか生き残っていた。ただ、他のものは全部。そんなわけでアイテム作り直し、すべてを最強にし、さらには弓矢なんかも作ったりしてみた。あいつら許さねえ。はい、どうもこんばんは、カズクラです。もう無限に言ってます。もうあいつら怖くない？なんか口からなんか入ってるみたい懐かしいなあ。ったわ、昔飲みすぎて。マーメイドやったことあるわ。マーメイド、マーメイドじゃない、マーライオンか。マーライオン、ロロ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 ロみたいな、こんな感じだよ。ただ、僕はこれ、まあ、飲みすぎちゃった人しかわかんねえだろうな。吐けない子なのよ、なかなか。吸ってね、吸っていけない子なのよね。吸って。よく寝たーというわけで、はい。本日も、頑張りますかね。遠藤さん、リプレイモード目が回ってあまり好きではなかったのですが、今日のは良きですと、ありがとうございます。いやね、いろいろね、工夫はしててさ、ちょっと、みんなが酔わないように、定点でやろうとか、ちょっと、反撃そうな時は定点でやろうとか、いろいろね、話し合いながらやってて、常に改善に向けて動いております。もちろん、全員が全員酔わないっていうのは無理な話で、こういった動作であってもね、酔う人は酔うからね。ただ、それができる限り少なく、それでいて、見栄えがね、面白くなるようにね、普段、そういった努力はしております。だね、やっぱね、結構そのリプレイモッドのやり方とかそういった点で言ってもやっぱね、自分はいやトップクラスだと思う。本当に編集とかそこら辺トップクラス、もうね愛情を込めて編集してくれてるから、編集メインがね、本当に感謝でございます。またね、カズクラ面白いもあるけど、今日のリプレイ面白かった、今日のこの編集ツッコミよかったよみたいな、また合わせてコメントお願いいたします。それでね、間違いなく編集面白くなるから、もう本当にカズクラ面白くなかったらみんなのせいそれはダメ。はい、というわけで、早速いきますか。前でも全ロスしちゃったんだよな。ブロックが足りるかなっていう心配事もねいっぱいあるんだよな、正直。とりあえずネザー行ってみるか。おお、いるいるいる、早速いるわ。えい、オッケー。いやっば、ブラックストーンが本当にない。一旦これで持ってこっか。まあ、言っても柱部門はねほぼほぼ終わったかなと思ってるんですけどね。ちょっと危ないんで、ペチャッとね。ここだよな、ここいいとこまで来てると思うんだ。あ、こんなとこで前やられたのね。ここで全ロス決めたのね、私は。おーおー、オッケー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 。縦柱分ぐらい足りるかな。ここだね。ほんと2撃3撃でこれやられるからね、マグマとの組み合わせのせいでというか。オーケーオーケー。さて、あとは反対側も。やべえ、微妙に足りねえ。ていうかすげえな、こんなとこまでやってんだこれ。すげえなこれ。はい、ちょっとだけいただきに来ました。帰ろ、カズクラ。おーし、ナイス骨組みということで、早速進めていきますか。深層岩のレンガハーフブロック、これだな。
押していくぞ。これを上の方に貼って道をね、新たに作るだけですごいゴージャスな感じになるはずなんだ。オーケー、ちょっとね、下らせる、ちょっとの変化をつけると、これ全体的にやるだけで、あら不思議、あら不思議になるんです。なこちらも、はあ、同じように。あびっくりした、あびっくりした。あ、しかも段差間違えてるし。オッケー、オッケー。そしてはこれを下段の方にも仕掛けていきます。目イケメンですわ。いやいや、イケメンですわ。あらららら、やばいやばい。おい、ジャジャさんの何やってんや。あああいつはもうカズクラ。さて、ここもちょびっと今延長工事です。延長工事作るか、道。いいねー。あれ？燃えてる、ここが。あとはおーし、いいねー。あ、ただ蜜にもっと置いてあげんとな。あ、今度節約になる。ブラックストーンのこれが少ないんだ。あ、いいよ。いいねで、もうちょっとだけ材料が足んねえべ。よっしゃー、今度いっか。Thank you.
というわけで一旦完成でございます。また一段と立派になられて、いやこれ見るとまだ発展するとこいっぱいあんな。いやまだまだ工夫ポイント出来上がってくるとまた見えてくるね。はい、というわけで建築なんとか完成でございます。まだこうしてほしいとかあったらぜひまたコメントよろしくお願いします。何するとかっこいいかな。というわけでまたお会いいたしましょう。バイバーイ。